コメント来てた。コメントランダム企画第5弾してくれたらチャンネル登録します。いいよ。ハローエブリワン。フォーエグザンポー。どうもゴースです。ということで本日はですね、コメントランダム企画第5弾やっていこうと思います。ということで前回の動画見てくださった方ありがとうございました。まだ見てない方は下の概要欄から見てきてください。ということで夏休み特別企画コメントランダムパーティー毎週開催ということで、今2週目やってるんですけれども、前回のコメントランダム企画も1万回再生、そして500高評価、本当にありがとうございます。また今回もね、1万回再生は高評価500で続編出そうと思いますので、皆様今のうちに高評価よろしくお願いいたします。で、今回も応募したコメント総数はね、もう200件近く来てますので、できるだけたくさん答えれるように頑張っていこうと思います。ということで早速行きましょう。コメント来てた。男前パーティーで勝ったらチャンネル登録します。男前って俺のことだよね。左から妖精界の男前、ホスト界の男前、魔人界の男前、髪型ジェネリック光る。おお、上取れた。ほへー。おお、いいいいいい。お兄ちゃんが暴れとる。これはどうだ。オーケー。じゃあここホスト界の帝王にちょっと暴れてもらいましょうか。間違えた、ホスト界の男前ですね。いけ。おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。何もバフとかついてないけど強くない。その金札なんだ。王国が魔人を金札、それはちょっとやりすぎとちゃいますか。お、マジか。おう、マジか。いきなり弱くなったぞ。うん、負け。本当の俺の、わあはあ。結論、顔がいいやつはおもろくない。ちょっとごめん、それ言い過ぎた。コメント来ながらエナックさんのなんか本がパラパラしてきた。 SSR 確定チケットで出たキャラたちでパーティー組んでほしいです。やりますか。あ、ちょうど6枚あったんで引きます。激弱。ということでこちらが SSR 確定チケットガチャパーティーです。うわー、これ負け格だね。でも唯一の希望はナックさんにこう魅惑がついてることですね。え、これ回避成功でしょ。で、次ナックさんの攻撃食らわないでしょ。これ知らないの。デドレの攻撃じゃなくて効果。いや、これ一旦目残ったら俺の勝ちでしょもう。いや、ワンチャンデドレの必殺打てば生きる説ない。これ相手めちゃめちゃ困惑してる説ない。おお、耐えるのでか。デルドレ必殺、これでいきましょう。マジ久しぶりに使うデルドレ。激弱じゃねえかよお前。なんじゃそりゃ。ならしょうがない。うわー、気持ちいい。わあ、結論、まあ、無理だよね、これはね。コメント来てた。魔人不明滞在人間の主軸となる一人ずつで PVP やったらチャンネル登録します。いいよ。左から、魔人族代表メリオダスお兄ちゃん。不明族代表、ま、なんかイケメンの、流星盾。滞在代表恐怖オールバックファイナルエディション。人間代表ゴンドンザン。おお、上取れんの。うわ、回避飯。ガッチガチの中身あり。うわ、札めっちゃいいぜ、これ。やったやったやった。なんか、混沌さん貯めてきたけど、こっちも必殺貯めて、必殺減らししちゃうよ。あ、金、あ、天地火脈、え、いけんじゃないこれ。わはは、流星だね。いやー、脆いな、さすがに。さすがにもう、裏枠もなんもないキャラだから。まあ、ここはしゃあないね。王国が魔人を一発でいけるか、これ。いけるな。オッケー。惜しい。え、これ耐えるんじゃね。すごいよすごいよ。うわー、そこ死ぬか。いや、もうこれファイナル落としていこう。オッケーオッケー、ナイス。王国が魔人、お、人、おお、完璧。ふん。
結論！最強を詰め込めばある程度は勝てるよ。コメント来てた。グラクル配信者が推してるキャラでパーティー組んでほしいです。え、今の推しわかんねえ。左から冒険者翔太さん、ドラちゃんゲームズさん、ぼっちの T チャンネルさん、高木さんちの今日のご飯さん、孫ご飯さん。いや、ぼっちさんと高木さんはまあこのキャラが好きって公言してるのは多分わかるんだけど、翔太さんとドラちゃんさんのイメージがマジでめちゃくちゃ昔のままなんだよね。あ、やばい、ドラちゃんさんが先に。ドラちゃんさん即退場。さあ、ここで高木さんちの今日のご飯が来たんですが、札が1枚もありません。うぅちゅん、かかってこい。じゃあボロボロじゃねえかよこれ。なんだこれ、うせろ。わははグラクロ YouTuber 配信者バトルまたやりたいな。コメント来てた。美容気にしてそうなキャラで勝ったらチャンネル登録します。美容系 YouTuber ってことね。左から、ドライヤーに命かけてる、韓国コスメ買い漁ってる、スタイル維持のために一日米一粒しか食わない、完璧で究極のアイドルだから、もうね、あのスタイル維持とかも気にしないのよ、これアイドルだから。ああ、よろしく。実はこれ意外と勝てるビジョンが見えてましてですね、全然いけそうですよね。これ必殺貯めてあれすれば勝てるっしょ。全然いけるね。お前結構え、何その火力。雷、雷様、おー、雷神ズジュ、雷神風神頭病部。なんだそれお前マジで。まあ、大丈夫です。こっから女神は完成するんで、ここまでが僕の計画です。やはりこの器は上物だ。やめてよ。そっちが弱いのね。まずいて、まずいて。結論、トールがいたらこの企画は成り立たない。ちょっと待って、俺勝ってるかこれ。今勝ってんのか俺。負け続けてるぞ今。大丈夫か。コメント来てた。ヒーローを使ったらスパチャします。1万円くれんの ?320 円の後に。お金稼ぐ俺らはスター、お金稼ぐ私はスター。左から、ご主人様最高ヒーロー、ヒーローの村のボス、バイヤヤヤン、はなかっぱ。確かヒーローの村の女王みたいなのがピトリアなんだよね。それをね、あの前回のコラボの時に視聴者の皆様から教えていただきました。さあ、中身やりのバチバチ中身やりですね。これさあ、どうかな。一番 HP 低いのはバンカー。なるほどな。けどさ、なんかバチバチのバーチーになんかいけそうな気しない？フィーロ結構火力出ると思うんだよね。え？おう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 。ナックが強すぎだな。硬いよ。いや、ここナイスナイスナイス、でかいでかいでかい。一発耐えたのマジでかい。いや、これワンチャンまくれるっしょ。レッツゴー！任せるよ！うわぁ、これでは落とせないか、さすがに。いやぁ、人間勝って。うわ、マジ惜しい。わぁ。結論、鳥は可愛い。コメント来てた。じゃんけんでいつも負けてそうなキャラで PVP したらチャンネル登録します。200円もらって申し訳ないですけど、じゃんけんでいつも負けてそうなキャラって何。左から、昭和生まれで、あの頑固なお父さんで頭が硬いから、あのグーしか出さなさそう。筋肉しか信じてないからグーしか出さなさそう。ちょっとつ盲信だからグーしか出さなさそう。じゃんけんとかあんま分からず、あのいや、じゃんけんしなくていいやって放棄しそう。でお題がむずいて、むずすぎるってお題が。ひねり出した答え全部グーだったらいいやぐらいだもんマジで。じゃあここトールイズオアトールで全ての破壊。おお、やっぱスター&ストライプって感じですね。これは AI でございます。ありがとうございます。これお父さん必殺食べ行くか。もう勝ちでしょこんな。おおこが魔人を入れ入れ、無敵入れ無敵入れ。うーん、入らない。
おいおい暴れてんな。いや死ぬなよ、ファイナル頼むぞ。レッツゴー、ロッキーボート三連休。落ちないの、必殺マックスなんだけど。こっちほえー、結論ファイナルはお父さんの必殺マックス耐えるよ。コメント来てた。目つぶって選択したキャラだけで勝ったらチャンネル登録します。いいよ。じゃあまあ大体上の方ね、目つぶって選べばいいんで目つぶります。最初は、パーシバルが欲しいからこいつ。あ、トール、はい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 、トールが来たってことはサブナック欲しいから。おー、あ、誰こいつ。まあちょっと不明一体欲しいからガチサブナック、ガチサブナック探していきます。多分ねここら辺にいるんでね、サブナック。おい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 、久しぶりに見たなこいつ。じゃあ裏枠花かっぱ狙いきます。うわー、おー、オッケー、不明族のステータスアップということで、こちらが目をつぶった意味わかんないパーティーです。おお、なるほどね。やっぱ筋肉バカ怖いよな、さすがにな。え、硬くね、硬くね。マジ、あざまる水産。これで多分雷神の騒ぎたまる。いけ、うわー、落とせないか、さすがにちょっとやっぱバフ足りねえな。何？お前がいなくなった。このパーティーに未来はない。わあ、もう。結論！目隠しチャレンジ懐かしい。コメント来てた。ドラゴンボールに出てきそうなキャラで PVP してください。ドラゴンボール大好きです。左からスーパーサイヤ人、おでこだけベジータ、ピッコロさん、カイリキ。まあ、結構原作をね忠実に再現できるわけないよね。うん、バチバチ中身なりの場合、これほぼ負けが決定だね。これこれでワンパンにはならないよね。うん、普通に考えてさ。あ、強い強い、バカ強い、バカ強い。伝説のスーパーサイヤ人、我の出番だ、ベジータさん。わあ。おい、ピッコロ弱すぎだろ。オレンジピッコロになって帰ってこい。お、来た、怪力。ほーら、勝ち。わあ。結論、なんだかんだ言ってドラゴンボール GT が一番好き。コメント来てた。ボスさんの好きなキャラで勝ったらチャンネル登録します。いいよ。ということで、こちらが僕が好きなアサメリパです。まあ、アサメリパの何が一番楽しいかって、ゲームしてるなって感覚になるのが、アサメリパです。語彙力なくても本当に申し訳ないんですけど、ガチで一番これゲームしてるなって思うんですよね。さあ、怪姫氏。ほへ？お父さんが気絶。いや、感染がなくなっちゃうのはちょっと痛いな。まあ言うてもね、相手は多分お父さん狙ってくるだろうから、それか全体3枚。オッケーオッケーオッケー、浅めりなら絶対耐える。これ全体3枚の可能性あるな。いやけど耐えるんじゃない、ワンチャン。え、あるよあるよあるよ。これだよこれ、浅めりのこの右の腰、こっからまくってみせます。これが気持ちいいのよ、浅めりは。いや、これ落とせるよ。あ、待って、必殺溜まってるの忘れてた。やっちまった。勝った。ほら、一番楽しいでしょ。決断、アサメリーズアサムリー。ラストのコメント来てた。ボスさんが一番強いと思うパーティーで勝ったらチャンネル登録します。一番強いのむずいな。左からスター&ストライプ、バイヤヤヤン、鳥の女王、花かっぱ。まあ、この一番好きなキャラというか一番強い編成に関しては結構賛否両論あると思ってて、さすがに一発目にね落とせるほどうちの不明は甘くないよと。我の出番だ。あ、全然食らわんよ。我の出番だ。抜けてみろ。いけ、素晴らしい火力。いや、ワンパンは無理かな。まあまあまあ、しゃあない。いや、そこ落とされるのきついよな。まあでもね、
もうあとね、トールスさんでなんとかなる気がすんだよな、俺。え？やばいやばい。これまずい。あぶねえ。しかも無敵入ってるこれ。セルフ無敵。オゲー。結論、今の環境はトールが一番ということで、本日もご視聴ありがとうございました。今回は意外とね、スムーズに戦えたんじゃない？普通にこれ勝ち越したんじゃない？今回負け越し、ちょっと皆さん数えてみてください。勝った数と負けた数、ぜひコメント欄で教えていただければと思います。ということで、再三ちょっと言わせていただくんですけれども、また1万回再生は500高評価いきましたら、続編、来週出せたら出しますので、ぜひ皆さん今のうちに高評価よろしくお願いいたします。ということで、皆さんもこちらのいろいろパーティー真似して遊んでみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。面白いなと思ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで、次の動画までUno, dos, tres! Thank you! はい、ということで、今回も、終わらせていただきました。もう、1時間経ちましたね。はい。けどね、慣れたんかな？あんまり疲れはないっすね。もう、初めの頃なんかもう、バチバチに疲れてたんですけど、今はもうあんまり疲れっていう感じはないので、はい。この後、これ編集して、土曜日アップしたいと思います。ということで、皆さんたくさんコメントありがとうございました。また楽しみにしててください。おやすみー。